万民堂の料理はいずれも美味であるためよくここに来るんだ。その通り、シャンリンは100年に一人の料理の天才じゃろ。ルルラ、若くしてこのような造形があるとは。やはり傑出した人物は頭角を現すのも早いのだろう。